百0図鑑は、花房一丁の門人である、江戸時代中期の画家、沢木孝氏によって、原文2年に描かれた妖怪を主題とした絵巻物である。風俗史研究家、日本画家の吉川官方の旧造品であり、現在は、福岡市博物館が所蔵している。絵巻の奥書に、本書、古方原元,元の物筆、安倍巣を守る象徴を写し原文第に停止。 冬日付火災ゆ写しとあり、古宝岩元信とは、室町時代後期の絵師、か野元信を指すことから、本書は元信の描いたと伝来されていた写本をさらにかさ、これが模写したものとされる。本作品には、全30点の妖怪画が収録されており、筆致は丁寧で質の高い作品とされている。制作年代が明確にわかり、移動なく、 同一数の妖怪を収録した絵巻が他にも存在することから図鑑的な描き方をされた妖怪絵巻の中でも標準的な作品であり現代における妖怪を描いた絵巻物の研究にあたっては指標となり得る不可欠な作品の一つであるとも評されている。江戸時代に描かれた作品には本作品とほぼ同じ配列構成によって描かれた絵巻物が存在している。 ただし奥書きなどが書かれておらず制作年が明確でないものが多い。そのため前後関係は明確ではない。構成される妖怪がほぼ同じ主な作例。構成される妖怪が増えている。主な作例江戸時代の妖怪を描いた作品として知られる浮世絵師、鳥山関縁のガト百鬼夜行もこの絵巻物に見られる妖怪を多く収録している点から。 石円は、同社の制作にあたり、同系統の絵巻を参照したと見られている。ワウワウ、目一つ棒、赤口、抜け首などは、名称がガト百鬼夜行ではそれぞれ括弧内のものに変わっている。他、紙切りは描かれておらず同様に手がハサミ状になっている、もう説が描かれている。また、夢の精霊のみ、ガト百鬼夜行との対応が明確になっていないが、 妖怪研究家、田中巳は、夢の字が草の草書体に似ていることから、君、または、夢の意味に通じることから、半、枕が、ガト百鬼夜行における、夢の精霊に適当する妖怪なのではないかと、考察している。江戸時代に描かれた、松井文庫に所蔵されている、百鬼夜行絵巻にも、この絵巻物に見られる妖怪はほぼ収録されているが、おとろしかみきりゅう案など、 故障が変わっているものが見られる。100回図鑑の30体を大きく超えた数の妖怪が描かれているが、増えている妖怪たちがどのような経緯で加わっていったのかは、まだ研究が進んでいない部分も多く明確ではない。ありがとうございます。